タバコ吸う女の人って保育園的にはどう思いますか？ ありがたい、大事にしたいね。国で囲いたい、助成金とか出した方がいいよ。めちゃくちゃレアやけ。しかも紙巻きね、紙巻き吸ってる女の子をもうマジで保護したい。俺が将来死ぬほどお金持ちになって天竜人みたいなこんなんつけ出したら、俺紙巻きタバコ吸っとうやつに助成金払うよマジで。めちゃくちゃいい。そうやってもう今ただでさえタバコ吸っとう人間が嫌われとうのに、そういうの気にする女の子で紙巻き吸っとうようなやつは絶対にいい女や、絶対にいい女やけん。俺はもうこうやって保護したい普通に。あと気使わんでいいもんこっちが。親がバリバリの喫煙者やけんさ、向こうが非喫煙者やったらさ、あの結構気使うのよ。なんか気使うっちゃね。あ、そうやけん吸っとったらありがたいの俺正直気使わんでいけん。あとまあこれは俺個人的な主観やけど、セブンスター吸っと女はマジで可愛い女が多い。めちゃくちゃいい女ばっかやん。なんでなんやろ、あんなのセブンスター吸っと女ってみんな可愛いんやろ。結構疑問なんやけど。私好きな人の血が欲しいんですけど、どうやって血採取したらいいと思いますか？檻に入った方がいいと思うよ。まず自首しよう。うん。近くの交番に行って、私好きな人の血が欲しいんですけどどうやったら血採取したらいいと思いますかって言いに行こう交番に。あ、そうしよう。6時やね。じゃあぼちぼち配信落とそうかな。お疲れ様でした。じゃあみんなお疲れね。バイバイ。